東京お台場のフィリピン人女性バラバラ遺体事件で逮捕された男は遺体発見の直前スーツケースを2つ持って部屋を出ていたことが分かりました。この事件はフィリピン国籍の上大沢ハニーフィットラテリアさんの遺体を切断したなどとして同居していた野崎博史容疑者が逮捕されたものです。その後の調べで先週木曜の遺体発見直前野崎容疑者がスーツケースを2つ持って出かける様子が現場マンションの防犯カメラに映っていたことが分かりました。一つは昨日切断された遺体が入った状態で見つかっていますが警視庁はもう一つのスーツケースに遺体の他の部分が入っている可能性があるとみて探しています。